乱世に陣を示すため、今ここに我ら義兄弟とならぬ。おう、勝つも負けるもくたばるも、これからは二人一緒だぜ。必ずや志を果たし、この地へと凱旋しようぞ。乱世を鎮め、治世を築くため、劉玄徳、今ここに立たん。兄者と一緒となると下手はできねえな。気合い入れてくぜ。我ら共に義の刃となり、戦火を断つのだ。したか、すまぬが先に行く。おい、冗談はよせよ。鍛え上げたな。おめえたちに任せてよかったぜ。身に余るお言葉、今後一層精進いたします。わしと共に参れ。さすれば悪いようにはせん。私に生きろと、お前のもとで武を振るえというのか。やっちまってすまねえ。まだ暴れ足りねえってのによ。待て、まだ共に成したいことが。
その力、我らと共に振るってはくれぬか。そうか。この俺の最強の部が欲しいようだな。拙者に貴公の軍門に下れと仰せか。これも敗将の宿命か。さあさあ、いかがです？民と私の心は離れてしまった。仁という言葉をもてあそんだ結果なのだろうか。人生は朝露のごとしだな。喋るな。いいからじっとしてろ。皇帝になろうと志は変わらぬ。仁の世を迎えるため戦うのみだ。教えてください。私は十分にやれたでしょうか。私を残していくのか。